おはようございまーす,ます今回は特別ゲスト私たちの顧問になってくれた犬飼先生をお招きしました拍手パチ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  <noise>、はあ、眠くてやる気出ないわいきなり台無しな発言犬飼先生は早起き苦手な方ですか <laughs> 見りゃわかるだろうはあ、学校がフレックスタイム制になればいいのにな フレッシュタイム爽やかででさそうですねフレックスなっていや学校で自由な時間に出勤するのは無理じゃないですか時間割あるしなあ夜遅くまで起きてることもあるからなテストの採点を家でやったりそれにお前たちの顧問になったからまた仕事が増えるしお世話かけ まあ遅くまで起きてるときってテレビやネット見てることも多いけどな頭下げて損した気分朝起きてまず考えるのはこのまま地球の自転が止まって学校の始業時間が来なければいいのにってことだ時点が止まったら始業時間どころじゃないですよでも遅刻しないよう頑張ってるんだぞ力をつけるためにお腹いっぱい朝食を食べたり眠気覚ましにこう コーヒーを大量に飲んだり電車通勤だから駅まで全力ダッシュで出かけたりうわやっちゃいけないことを全部やってるここだけの話遅れそうな時こっそり体育館裏の塀を乗り越えたこともある生徒と変わらないじゃないですか通勤の途中道端でのんびりしてる猫を見ると心の底から羨ましくなったりもするな本当にいいのかこはねこういう人を顧問にして。 大丈夫っていうか先生みたいな人のために私たちは毎週こうして応援してるんだからじゃあ今回もいつものやつで先生も一緒にわかったわかったやるよ Go for win! Go for win! <for> win! Let's cheer <year> up! Go for win! Go for win! <for> win! Let's cheer up! 皆さん今週も頑張っていきましょう <laughs>